おはぴよー、どうもひなぴよーです。それでは本日もクロエのレクイエム続きやっていきたいと思います。前回は2階を攻略して、でなんかクロエちゃんが突然暴力を振るわれるようになったら、あの人形さんたちとおしゃべりできなくなったっていう過去が分かったっていうところでしたね。まあ普通はおしゃべりできないんだけどさ、あの純粋な心を失ってしまったからってことなのかなって勝手に解釈してます。じゃあ今回3回探索なんですけど、どこから探そう。こっち？ああ、鍵がかかってる。あれ？鍵って持ってたっけ？とりあえずちょっとこっちもガチャガチャやってみるか。あれ？開きません。開かない。どうやら。ドアノブが壊れて引っかかっている。これなんかでさ、羽ペンとインクとかでさ、あ、ハサミじゃねえわ、まあいいや。羽ペンとインクとかでなんとかならんかな。そうか。どうすかな。探索しようと思ってたんだけど、突然詰んでしまった。ここはなんだろうね。ゲスト用、食事。じゃあちょっと下行ってみるか。せっかく明かりがついたから何か変化があるかも。明るいね。あ、光ってる光ってる。3階楽屋の鍵。オッケー。もうここだけ朝じゃん、めっちゃ。はい、3階楽屋？楽屋ってどっちだ？こっち？開いた。え？何ですか？え、はい。3時です。怖いな。これはなあに。手紙が置いてある。手紙を読みますか？読む読む。え？チェロが殺された。昨夜未明、弦をバラバラに切られ、無残な遺体になったチェロが発見された。チェロも遺体なんだ。どうか犯人を見つけ制裁を加えてほしい。事件当日の情報を同封しておく。はあ、手紙には見取り図が同封されている。ああ、はい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 。で見取り図、何これは金槌。あ、どうしたらいいの。何どういうこと。これか、チェロ。床には血痕が残っている。ん？木琴。ロッカー。え、これ開けていいの？勝手に。ちょっと、あ、待って。星じゃねえわ。ハートが4つになってる。あ、何？ざわざわと声が聞こえる。どうやら観客席の方からのようだ。あら。ちょっと待って、とりあえず。椅子さん。何？ミシェルも。はい。わざわざ不吉なことを。クロエのせいなの？はい。犯人を教えてほしい？自分で考えるんだな。でもまあ、どうしてもって言うならヒントくらいは教えてやってもいいがな。ああ、教えてほしいっす。俺の推理によると犯人は被害者の隣ではないな。どうしてかって？そこまで教える義理はないね。言っとくが信憑性はあるぜ。あるぞ。犯人は被害者の隣ではない。隣ではない。なるほど。ちょっと待ってね。とりあえずあのロッカー開けてみたいからセーブしよう。開けてきまーす。どのロッカー開けようかな。なんか適当に開けちゃおう。第一バイオリン。開ける。あ、なんだ？あ、なんかごめん。え、うわ、耳が。あ、ごめんなさい。あ、いやー、ごめんなさいね。そうですよね。で、話しかけていこうか。見ちゃった。僕、チェロが殺されるとこ見たよ。犯人のこと知りたい？知りたいよ。あんまりよく見えなかったけど、犯人はチェロよりかなり小柄だったよ。なるほど。殺人事件ですって？いやーねー。で、ここがさっきの犯人の、犯人はなんだかって言ってた人。ああ、ショックだ。僕チェロさんのファンだったのに。そうか。
そういえばオーボエとクラリネットが話してるのを聞いたな。演奏中に犯人を見たとかなんとか。オーボエとクラリネットが犯人を見た。私誰かが言ってるの聞いたんだけど、犯人はチェロよりも左側にいたらしいわよ。もう左側。私バイオリンのどちらかが犯人だと思っていたんだけれど、違うみたいね。二人ともアリバイがあるって。少し残念だわ。なあ、知ってるか、木琴と鉄琴ってできてるらしいぜ。全然関係ねえじゃねえかそれ。見取り図ちょっともう一回見ようか。あ、装備じゃねえわ、アイテムで見取り図。なんかチェロよりも小柄でバイオリン、ん？隣じゃないって言ってたね。隣じゃないから、ビオラではないんだ。で、バイオリンの二人も違うと。で、左側って言った？左側っていうのはどっちから見て左側なんだよ。わからんわ。で、なんだっけ？コントラバス？違うな。何かと何かが見たって言ってたよね。オーボエか。オーボエとクラリネットが、犯人を見たって言ってたんだよね。ってことはこの二人より前にいる楽器で、フルートじゃないの？わからん。ちょっと待って。なんだっけ？犯人は被害者の隣じゃない。で、犯人はチェロよりかなり小柄。で、これか。オーボエとクラリネットが話してる。演奏中に犯人を見た。犯人はチェロよりも左側か。また間違えた。アイテム。いや、まあそうだよね。だってコントラバスもさ、一応隣に入るんじゃないの？違うのかな。だしかなり小柄って言ってるけど、コントラバスの方でかいしね。やっぱフルートじゃない？犯人って。ちょっとセーブして、あれ、金槌装備した方がいいのかな？羽ペンとインクを金槌に変えて、ハサミと金槌コンボの完成だ。で、どこかにあんのか？コントラバス違うね。壊すがあるね。ビオラ違うね。ハープ違うね。フルート君だ。壊すぞ。ロッカー壊した。お、壊したロッカーの残骸から父親の部屋の鍵を手に入れた。あ、合ってたのかな。合ってたってことでいいんだよね。いいんだよね。おー、やだー。何この曲。あ、喋んなくなっちゃった。残念。とりあえず父親の部屋の鍵を手に入れて。怖いねこれ。クロエ、きっとこれからもミシェルにいっぱい迷惑かけるの。ごめんなさい。だからいいって。別に。めんどくさいな。めんどくさ。ごめん、嘘だよ。でもこれ結構壮絶な BGM、 いいね。こっちか。はい。うわ、結婚が、うわ、なんだ。床にはべっとりと。うわー、やばいな、この辺。すげえ血まみれじゃん。最後の方にしよう。何？何やら見慣れない用語が羅列されている。なんだろうね。ピアノが置いてある。あ、なんか光ってるぞ。楽譜、本の隙間から画用紙を見つけた。画用紙を手に入れた。やったぜ。これは何？何？ティーカップには真っ赤な液体。うわ、何？もしかしてさ、お父さん、クロエの血飲んでたとか、そういう気持ち悪い、性癖持ってたりしないよね。何やら見慣れない道具。なんだ？見慣れない道具。キモ。もう部屋がキモいもん、もう。
とりあえずこの血を調べる。いつの間にハート4つになってんの。あ、さっきのコーヒーカップか。ちょっと待って、一回ここに来た理由。あ、何、ごめんね、全然聞いてなかった話。なんかここにも調べるのあったからちょっと怖いな。これどう。愛しい娘の成長記録と書かれた古いアルバムがある。開くか。クロエによく似た少女が悲痛な表情を浮かべている。続きを読みますか。うわ、読まないことができない。読むか。クロエによく似た少女が大量に乗っている。あ、やべ、ハートが消えた。え、何。あ、汚らわしい。え、汚らわしい、汚らわしい、汚らわしい、わ、汚らわしいしか言わなくなっちゃった。ちょっと全然赤くて何も見えないんだけど。汚らわしい、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 おっと、汚らわしい、汚らわしいしか言わなくなっちゃった。どうしよう、これセーブできるの。汚らわしい、読めない、読めない、読めない。あ、調べられない。観客の椅子が置いて、え、なになになに、おっと、ちょっと壊しちゃった。え、ごめんね、ごめんね、なになになに、え、どうしたらいいの。え、待って、どうしたらいいの。これクロエちゃんに話しかけたらクロエちゃんも殴っちゃったりしない、大丈夫。え、ミシェル、一体どうし、え、え、え、あ、嘘、殺しちゃった。けがらわしい、僕に触るな。そう、これでいいんだ。こんなの大したことじゃない。クロエは僕が殺したんだから。え、愛しているよ、おやすみ僕のクロエ。あららららら、クロエの部屋に、クロエの部屋に行けばいいの。いや、なんか不可抗力でクロエちゃんのこと殺しちゃったよ。ちょっとちょっと、え、あれは必須イベントなのかな。必須イベントなんだったらちょっとクロエちゃんの部屋にこの頭のおかしい状態で行ってみるしかないか。よかった、セーブしといて。なんか嫌な感じがしたんだよな。で、これでまあショックを受け、続きを読むと。読んで頭がおかしくなってしまって、うん、汚らわしい、汚らわしいぜ、この世の全てが汚らわしい。でもクロエの部屋には行きたい。くんかくんか、あれ、こっちだっけ。あ、間違えた。こっちか。上か。こっちか。え、なに、何をどうすればいいの。どっかになんか光ってたりする。光ってないな。ちょっとなんか、はい。あ、ちょ、あ、あ、あ、ごめーん。なに、特に気になる本はない。あ、あ、ごめんって。なに、あ、なに、壊れた本棚の間から日記と書かれた本が覗いている。ほい。本を手に取ってみますか。取ってみます。なんだい。はい。お、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 お。あ、正気に戻った。何を読んだの。バツガツバツ日曇り。最近誰かが私を見てる。どこかに行くときもついてくる。気持ち悪い。バツガツバツ日晴れ。今日はお父様とお母様がお出かけの日、メイドの D さんと遊んだ。 D さんはとっても優しいから好き。バツガツバツ日曇り。最近お母様がお返事をしてくれない。一人でずっとお部屋に閉じこもってる。私を見ると嫌な顔をするようになった。バツガツバツ日雨。お父様に呼ばれた。
いや、写真が大嫌いになった。はあ、バツガツバツ日、雨。 D さんが突然辞めちゃった。お母様が D さんは結婚するんだって言ってた。幸せになってほしいけど寂しい。お母さんが殺したんやろ、 D さんのこと。バツガツバツ日、晴れ。コンサートにお呼ばれした。今まであった嫌なことも忘れられた気がした。やっぱりあの演奏は素敵。バツガツバツ日、雨。お父様がまた私を呼んだ。メイドさんがまた辞めた。もう嫌、もう嫌、もう嫌。バツガツバツ日、曇り。館が随分静かになった。メイドさんがみんな辞めちゃったから、私とお話ししてくれる人はもういない。バツガツバツ日、雨。私のお洋服がズタズタになってる。お父様に買ってもらった一番お気に入りのお洋服がひどい。お母さんか。バツガツバツ日、雷。お母様が私の服を切ったんだって。私のことが嫌いだからだって。お父様に好かれてる私が嫌いだから。バツガツバツ日、雨。どうしてこんなことに。私が何をしたっていうの。私はお母様に好かれたかった。お父様にあんな風に好かれたくなかった。お母様に好かれたかったのに。バツガツバツ日、雨。猫ちゃんが死んじゃった。昨日も一昨日もご飯を全然食べなくて。またお友達が減っちゃった。バツガツバツ日、つらいつらいつらい。もういや、もういや、もういや、助けて。バツガツバツ日、あの日の夢を見た。お父様から逃げられたあの日、会いたい、もう一度だけ。バツガツバツ日、怖い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 。お父様が怖い。殴られるのは嫌。憎い憎い。あの人さえいなければ。バツガツバツ日、お父様に呼ばれた。最近記憶のない日がある。知らないうちに物が壊れてる。バツガツバツ日、きっと私はおかしいの。人を殺したいと思うなんて、頭がおかしくなっちゃったのね。バツガツバツ日、今日本で読んだ。憎しみが強くなりすぎるとそれはいつしか呪いになってしまうんだって。私の中にあるのはもう呪いなのかもしれないわ。バツガツバツ日、またお父様が。私は人間、誰かのお人形じゃない、ペットでもない、そう思いたいのに。みんなそう思ってくれない。お父様もお母様もみんなみんな。どんどん呪いが深くなる。あの本にはこうも書いてあった。呪いが深くなりすぎるとそれは自我を持つようになるって。彼なら助けてくれるかしら。あの日みたいに会いたい、逃げたい。誰か。ミシェル。間違えた。泣いてる？泣いてないか、気のせいだった。泣いてる。クロエ。
最低だな、僕は。分かってたのに。クロエは人間だ。そうだ、違うんだ。クロエだって僕と同じじゃないか。同じ人間だ。僕はなんてこと、今まで。なんかひどいことしたっけ、ミシェル君。もう一度あれを見るんだ。おう、あれってさっきのアルバム？おっと、飛んだね。これか。はい。クロエ、アルバムの最後に一枚の家族写真が入っていた。幼いクロエと若い両親が並んで写っている。写真を抜き取ってみますか。抜き取る。写真の裏にピアノの後ろと書かれている。なんだい、これかい。転がってる工具。あと一部屋か。強くなったね、ミシェル君。あ、さっきの音楽、いい音楽だったのに怖くなっちゃった。クロエ、何？どうしたの、ミシェル。その、ごめん。ん？ミシェルは謝らなくていいのよ。悪いことしてないもの。ううん、僕は最低だ。君にすごく失礼なことをしていた。だから謝らなきゃな、だから謝らなきゃいけない。ごめん。ミシェルがそう言うなら。うん。失礼なことって何してたんだろう。てか工具っていうことは、工具を使って開けるのか、これを。どうだ。お、工具でドアノブを外しますか。外す。壊れたドアノブを外した。何か代わりにできないかな。差し込める持ち手のあるもの、なんだろう。あ、ハサミか。いや、金槌は無理ですね。ハサミか。うわ、マジか。ここでハサミが離脱するのか。心もとねえ。マジか。あー、さよなら。で、ここは何。人だま。いらっしゃいませ、ミシェル・ダランベール様。私はこの館のメイドです。 D さん、 D さんの人だま。あなたをクロエお嬢様の晩餐会にご招待いたします。あ、ちょっと待って。それでは気が変わりましたらいつでもお申し付けください。この人はこのメニューなら。メイドは嬉しそうな顔で料理をしてる。もうこれは何。え、解体ショーは楽しめた。解体ショー、何のこと。あ、あれか、クロエちゃんのこと一回殺しちゃったからかな。いや、悪いと思ってるよ。これ何。机の上に料理、料理、全部料理。 OK。 これは全部調べてからちょっと。おーっと、テーブルマナーの手引き書と書いた本がある。読む。着席するとき、椅子は引いてもらったら左側から座ること。離席するときも左側から。 OK。 ナプキンは、主品が広げるまで広げてはならない。これ主品で合ってんのかな、大丈夫かな先に広げてしまうと早くしろという意味になってしまう。あ、なるほど、催促してるってことになっちゃうのね。ナプキンを使用する場面は口か指先を拭うときだけ。またナプキンを使用しないと汚いという意味になってしまう。なるほど、口か指先。続き読もう。食べるとき、パンはスープが終わってからデザートの前までに食すこと。なるほど、デザートの前までにスープとデザートの間にパン。なるほど、ちょっとこれメモしとかないとダメかな。メモするか。
と、着席左、ナプキンは主品の後、ナプキンは主品の後、ナプキンは主品の後で、口と指先だけ、パン、スープ、パン、デザートで、食事中に離席する際はナプキンをきちんと畳み椅子の上に置くこと、椅子の上にナプキンきちんと畳む、きちんと畳んで、椅子の上、食事中の離席きちんと畳んで椅子の上、はい、魚の骨付きのものは魚をひっくり返して食べるとマナー違反である。ナイフで骨を慎重に取らなくてはならない。ひっくり返しちゃダメ。魚はひっくり返すな。ナイフで丁寧に。で、はい。あ、終わりか。離席するときのマナー。主賓が外してから自分のナプキンを外す。主賓が外したら、ナプキン外す、で汚れを内側にして軽く畳む。汚れ内側軽く畳む。でテーブルの左に置く。急に離席することになってもこうしておけば食事終了のサイン、はい、またこの時ナプキンをきれいに畳みすぎると美味しくなかったという意味になってしまう。あら、美味しくなかったになっちゃうから軽く畳む程度にしておくのがマナー。 OK、 メモ完了です。あと別にないかな。とりあえずあれか、セーブして、てかクロエちゃんに話しかけて笑ってみて。はぁ、クロエ、ミシェルの笑った顔が好きだから笑って。笑ってやるよちょっとぎこちないけどいいの。ミシェル最近はなんだか優しいの。別に気のせいじゃない。めっちゃミシェル君って沢尻エリカだよね。ということで、あのセーブしたんで、今回はじゃあこれくらいで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあ次回はミシェル君じゃないわ、クロエお嬢様の晩餐会に参加したいと思います。ということでまた次回、おつぴよでーす。